ユアは仕事以外でどんな感じなのかあまり想像がつかないな。そうですか？ごくごく普通の女の子ですよ。じゃあ休みの日は何をしていることが多いんだ？そうですね、お家でアイドルの DVD を見てることが多いかも。アイドルが好きなのか？はい、ユアアイドル大好きなんですよ。アイドルが好きなのは男だけかと思っていたが、女のファンもいるのか？もちろん、最近女の子のアイドルファンがすっごい増えてるんですよ。可愛い女の子たちが一生懸命歌って踊ってるのを見てると元気をもらえるんですよね。そういうもんなのか。はい、キリュウさんにもおすすめですよ。あ、今度貸しましょうか？そこまで言うならぜひ借りてみよう。わあ、本当ですか？ああ、ユアのことをもっと知るきっかけになるかもしれないしな。キリュウさん、ありがとう。ユア、キリュウさんのその気持ち嬉しいな。ますますお仕事も頑張っちゃおっと。よろしく頼むぜ。それにしてもユアがそこまでアイドルが好きだったとはな。まあユア自身元アイドルだし、だから気になるってとこもあります。そういえばそんな話を聞いた気がする。本当にアイドルだったのか？本当ですってば。こう見えて結構人気だったんですよ。そうなのか、それはすごいな。だが人気があったんならどうして辞めたんだ？どうしてだと思います？キャバクラの方が合っていたからか？正解。すごい、キリュウさん、ユアのこと何でも分かってるんだね。ユア検定3級をあげます。それはいらん。で、きっかけは何だったんだ？実はアイドルってトップアイドルは別だけど、そんなにお給料がいいわけじゃないんです。だから生活費欲しさにバイトのつもりで始めたのがキャバに入るきっかけです。そうしたらなんか私すっごい合ってたみたいで、すぐにお店のエースになっちゃったんです。アイドルは昔からの夢だったけど、自分のいるべき場所はここなんだなって、それが辞めた理由かな。私に合ってる場所はキャバクラだと思ったんです。そうか、キャバクラで輝くのも誰にでもできるもんじゃねえ。ユアがキャバクラ選んでよかったと思えるんなら、それが正解なんじゃねえか？うん、ユアは間違ってなかったと思うよ。おかげでキリュウさんにも出会えたしね。うまいな。やはりキャバ嬢はユアに合っているんだな。あまり想像できないんだが、アイドルってのは普段どんなことをするんだ？いろいろあるけど、基本は歌とダンスですね。ライブしたりレッスンしたりって感じです。それ以外だと握手会とかファンの皆さんとの交流イベントみたいなものがありますね。ほう、握手会か。確かにファンは嬉しいかもな。すっごい好評でしたよ。あとはグラビアとかかな。グラビア？はい、可愛いビキニとか着れるんですよね。結構セクシーなのもあったな。セクシービキニ？キリュウさん？いやすまん。だが
どれもファンにとっては魅力的だな。似たようなことをやればうちの客たちも喜ぶもんがあるかもしれないな。確かにそうですね。放射員でやるとしたら何をやろう。ユアのステージイベントを入れるなんてどうだ。キャー、それいいですね。ユア頑張って歌って踊っちゃおう。店も華やかになるし、ユアの力や経験をしっかり活用できた方がいいからな。いろいろと面白いことをやっていこうぜ。はい。キリュウさんってやり手。ユア歌に踊りに接客に頑張るね。しかし最近のアイドルってのはいろいろやるんだな。俺の時代とは違うぜ。キリュウさんの頃のアイドルってどんな感じだったんですか？今みたいに大勢のグループってのはあまり多くなかったな。それに直接会えるような機会なんてほとんどなかった気がするぜ。へえ、そうなんですか。キリュウさんも青春時代好きなアイドルとかいたんですか？確かに好きなアイドルはいたな。そうなんですか。誰ですか？誰ですか？まあ、国民的人気のあったアイドルさ。そこまで入れ込むことはなかったかな。へえ、キリュウさんにもそういう時代があったんですね。やっぱりキリュウさんも人間だったんですね。おいおい、俺をどんな風に見てたんだ。